グラフィティテ AOR シンガーソングライターの川口です「この音楽でダベロー」は一つのアーティストを深掘りしていくアーティスト入門動画とは別により幅広くライトな内容でもマニアックに音楽の魅力を伝えていくことを目的とした企画です私川口が最近に聴いた音楽や音楽に触れていて思ったことを10分20分程度ダベる内容となっております アーティスト入門動画とは違ってアルバム1枚だけの話や1曲だけのお話といったライトな内容になりますのでぜひ何かのお供に片手までお聞きいただけますと幸いです。 本日はパッドトーピーの素晴らしさというテーマで食べていきたいと思います。えー、パッドトーピーはあれですね、ハードロックバンドミスターピックのドラマーとして有名かと思うんですけど、えー、非常に素晴らしいドラマーなので、えー、ちょっと彼のね、素晴らしさを、えー、食べていければなと思っております、えー。本題の前に2点だけお知らせをさせてください。 えー、シティグラフィティの知名度向上と私が取り組んでいるジャンル AOR の話題作りを目的に童謡を中心に誰もが知るメロディーをバキバキの AOR にリメイクしていく大人の童謡という企画をこのチャンネル内で行っております。えー、こちらはただ 同様をおしゃれにアレンジするだけでなく、場合によっては A メロやサビをつけて、ポップスとして完成させたものを、えー、投稿していっております、えー。最新作がですね、キャントレットメイリーさんの羊 GO という曲になりまして。 えー、こちらはメリーさんの羊。メリーさんの羊、メ名メイ羊ですね。えー、あれを、ア、えース・イン・ダンド・ファイアーという、あの、セプテンバーとかが有名だと思うんですけど、世界的なファンクバンドですね。えー、それ風にアレンジしたものになります。えー、この、今回はそのアース・イン・ダンド・ファイアーというバンドの曲の中でも、キャント・レット・ゴーというね、AOR に接近した時期の作品をモチーフにしているんですけど、えーまあ、このキャント・レット・ゴーという曲はそれこそ代表曲のセプテンバー。 촬자 <목소리법> のグループと同じグループのダンサブラな曲でして、まあ、それをモチーフにアレンジしているので、今回のキャントレット・メリーソンの羊号も、えー、非常にダンサブラな仕上がりとなっております、えー。ブラスセクションやパーカッションの入れ方、ボーカルワーク、ギターカッティングなど、全体的にはアース・イン・ランド・ファイアーを意識しておりますが、えー、途中で入るギターソロに関しては、同じく、えー、ファンクバンドとしてとても有名な、えー、アイズレイ・ブラザーズの、えー、アーニー・ーアイズレイを意識した作りをしております。 えこちら、えー、ソウルファンクミュージックが好きだという方には、えー、僕のこだわりが伝わるかなと思いますのでぜひご覧いただけますと幸いです、えー、またこの大人の動揺シリーズは音楽だけでなく映像にもこだわっておりまして、えー、ただ演奏する様子を映すのではなく、えー、黒巻合成、まあ、CG っぽい感じですねのや技術を駆使して、えー、プロモーションビデオのような仕上がりをしております、えー、これあの音楽もですね、えー、映像も基本的に私一人で全部作って いましてですねなかなか大変なんですよ。えー、なので、えー、ぜひご覧いただけますと幸いです。あのー、キャントレット・メリーさんの羊号に関しては、ベースは、あのー、普段シティグラフィティをサポートしてくれている杉浦璃久君という子に、えー、弾いてもらったんですけど、それ以外は私一人が打ち込みとか演奏をしております。えー、動画最後、または概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひこちらのラジオが終わった後にご覧いただけますと幸いです。 えそしてもう一つが、えー、ライブのお知らせになります、えー。6月28日水曜日、お茶の水にあるパルトネールというお店の、えー、ライブに出演いたします、えー。こちらはお店のブッキングライブなのですが、まあ、こちらにですね、アコースティックデュオーか、まあ、場合によってはアコースティックギター弾き方になるかもしれないんですけど、まあ、ちょっとそんな体制で参戦しようと思ってます。えー、私が普段ですね、アコーギーを弾くことがほぼほぼないので、えーまあ、ちょっと興味あるよという方はこれを機にぜひお越しいただけますと幸いです。えー、ご予約は私のツイッ t ターディムにて、えー、ご連絡いただければと思います。ツイッター、Twitter、は概要欄の方に、えー、記載しておきます、えー。それでは本題の方に入っていきましょう、えー。本日はパッドトーピーのドラムの素晴らしさについてということで、えー、食べていきたいと思います、えー。皆さんはミスタービッグはお好きでしょうか。えー まあ、ビッグインジャパンなんてね、揶揄されることもありますが、えー、非常にかっこいいハードロックバンドでして、えー、2000年代前半に中高生だった我々にとって、ミスタービッグはもうドンピシャな世代なんですよね。えー、で、まあ、今、僕のそのプロジェクトをサポートしてくれているメンバー、シティグラウンドのサポートしてくれているメンバーも、まあ、学生時代はミスタービッグを聴いていたなっていう感じが、こ、え、う、ーまあ、が多いんですよね。 で、私も当然大好きでして、えー、特に出世作の Le In Lean Into It というセカンドアルバムですね。えー、こちらは繰り返特に繰り返し聴いております。個人的にはまあやっぱり m r ビッグはこれに行き着くかなと思います、えー。個人的な好みであるんですけどね。で、このセカンドと次のサードアルバムのバンプアヘッドという作品はまあ アメリカンなキャッチーさと骨太なブリティッシュロックマナー、えー、そして最高峰のテクニックですねこれらが見事に融合した素晴らしい作品だと思うんですよね、えー、ファーストが見せたブリティッシュロックらしい、えー、かっこいいけど地味な音楽、えー、に アメリカ人らしい明るさ、爽やかさが取り込まれた印象で、えー、この仕上がり、本当素晴らしいと思うんですよね。もうビッグインジャロ、じゃ、ビッグ <laughs>、ビッグインジャローって言緒になっちゃった。えっと、ビッグインジャパンだろうが、もういいんですよ。もう売り上げなんてもう結局半分はもうマーケティングと運が要因なんですから、その作品の人とかね、関係ないんで、もうとにかく素晴らしい作品、かっこいい作品ということに変わりはありません。 ええー、まあ、というわけで、まあえー、ちょっとね、5月にミスタービッグ、あ、5月ゃ夏か、7月にミスタービッグ来日することもあって、またミスタービッグブームがサインしててですね、えー、また聞いてました。あ、私もあの、追加公演のチケットが手に入ったので、ちょっとね、7月26だったっけ、東、え、京、ー、ドームに行ってき、武道館か、武道館に行ってきたいと思います。えー、行ける人一緒に行きましょう。行 <laughs> くのいろいろかわかんないけど。ええー、まあ、まあ、とりあえず、で、話を戻しますと、リーン・イン・トゥイットを先日も聞いておりました。で、 ミスタービッグを聴くたびに思うのがですね、やはりパッドトーピーは本当に素晴らしいドラマーだということなんですよね。ちょっと彼の素晴らしさを具体的に、えー、噛み砕いて、えー、喋っていこうかなと思います。えー、まず、パッと聞いて感じるのが、パッドトーピーの音ってとにかくこう打音がいいんですよね。もう粒立ちが本当に綺麗で、で、シンを食った鳴らし方だと思うんですよ。楽器のシンを食った鳴らし方ってのかな。なんか、 うんまたドラムなんでそのハイハットキックバスドラム、えー、とスネアのまあいわゆる3点セットっていうのがメインな音かとは思うんですけど、まあ、その中でもスネアのチューニング、まあ、いわゆるドンタンドドタンのターンの部分ですよね、えー、楽器の部分はその,のチューニング自体はおそらく気持ち高めなのかなとは思うんですけどそのターンってこう面面を打つ音が明るめなんですよね、えー、なんですけどそれと同時にどうなりその 面を打つだけじゃなくて、ズドーンっていう、その銅なりの部分もかなり豊かに響いてるんですよね。だから、そのタンタンとした皮の部分を打つ音が際立ちつつ、ズドーンっていう太い音がするんですよね。あの、まあ、わかりやすく言うと、なんか、お祭りの時にタン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 とか、なんか、相撲の力士が入ってくる時のタンタンタタンみたいな音あると思うんですけど、あれが面を打つ音で、えー、なんか和太鼓のドンドンドンっていうのが、 あのどうなりの音だと思っていただきたいんですけど、あれらが混ざっていような太い音がするんです。太いけど、そのタンタンという明るい音もちゃんと入っていると。いえ、この面の打音が強く出た、カンカンとした軽い音にならずに、ちゃんと、えー、ズドンという太い音がしているよねという、そういうお話です。まあサイズの楽器のサイズの問題なのかもしれないんですけどね。えー、まあパットトーピーの、まずスネアの音はそういう非常に綺麗な音、太い音、芯、えー、を食った鳴らし方をしていると思います。で まあそのハイハットもアタックが明確ですよね、かなり。しっかり抜けてくるし、何よりムラがないんですよね。ええー、まああの、ファーストアルバムの冒頭曲の addicted to that rush っていう曲とかも最初ね、ハイハットずっとチキチキ鳴らしてますけど、あれとか非常にいい例かなと思います。なんかどんなに早く叩いてもムラがない。本当右手左手が正確に動いてるんだろうなっていうのもあるし、同じその右手と左手の鳴らし方に差がないっていうのがね、あるのかなと思います。 でまあ今申したようにそのパッドトーピーの音は打音がとてもクリアなんですがそれを踏まえた上でグルーブ感も非常に特殊特殊というか素晴らしいわけなんですよね特別なグルーブ感があるのかなと思っておりますそのグルーブの感じ方その曲の持ってるグルーブの感じ方がすごく自然で無理がない印象なんですよねまあ要は流すところは流して溜めるところはしっかり溜めるみたいなだからすごくその 1一小節の中でも繊細なタイム感を持っているとそのはっきり感じるところと流すところを繊細に使い分けて、えー、グルーブを感じているんじゃないかなそういう独特なタイム感を持っているんじゃないかなと思っておりますでまあなんかなんだろうなイラストをちょっと例に挙げるとですねまあ例えば楽器のそのギターを絵に描いた時ってあのギ,ギターの弦6本あるわけなんですけどその弦をですねブリッジからヘッドまでの全部を なんか書かない方がナチュラルに仕上がったりするってことが結構あるんですよ。まあ要はほら反射とかで弦が見えないところとかってあるじゃないですか。ああいう部分は書かない。あえて。えー、っていう感じなんです。で、まあ例えばそのボディの上の弦はしっかり書いて、ネックの上にある弦はあの何本かこう抜いて書くっていうのがよくあるやり方らしいんですけど、私ちょっとギターをちゃんと書いたことがないからわかんないですけど、まあなんかそういう書き方の方がスッキリ仕上がるっていう技法があるらしくて。まあそれと同じで、そのグルーブの中にも、 特にしっかり打ち出した方がいい点と、えー、流した方が綺麗に聞こえる点があるわけなんですよね。で、パッドトーピーはこれを明確に区別して感じ取っている印象です。で、もちろんナチュラルにね、えー。だからまあその意味だとロックバンドミュージシャンというより、スタジオミュージシャンよりの繊細な感じ分けなんじゃないかなと思うんですよね。あの、スティーブ・ガットもなんか言ってるんですよ。そのグルーブの中に、特に角となる部分を とりあえず意識しとけいいんだみたいな、なんか言い方違うんですけど、なんかそれが一番大事なことなんだみたいなこと言ってたんですけどね。で、まあいいや。で、話をパトトーピーに戻すと、まあそういう繊細な、えー、グルーブの感じ分けがありますよと。で、なんですけど、その前述の通りり、打音が本当に明確なんですよね。粒立ちが綺麗で。だからその流すような部分も綺麗に抜けて聞こえると。えー、で、そのだから非常にグルーブ感は出てるんだけど、打音がすごく明確だから、なんかね、 このその部分でダウンの抜けの良さがロックなフィーリングにつながっていると僕は思うんですよね。えー、その意味でなんかジェフ・ポーカロンに通ずる奏法なのかなと思うんですけどやっぱそのロックってその明確に強く叩くっていうのが基本的にロックの醍醐味だとは思うので極端な言い方ですけどね。まあそれが繊細なニュアンスにもちゃんと明確さっていうのが出てるっていうのはそういうところでグルーブ感ちゃんと体現しつつ、えー、ロックなフィーリングが出ているのかなという気がします。で、まあ <laughs> それこそあのセカンドアルバムのダディブラね、ダディブラザー・リトル・ボーイでしたっけね、えー、とかいい例だと思うんですけど。 あれって、まあ、いわゆるそのディープパープルのハイウェイスターみたいな八分の刻みが角にあると思うんですけど、あのスネアの八分の刻みですよね。タッ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 タってやつ。で、なんですけど、パッドトピーはあくまでその2拍4拍のビートを意識したドンタンドンタンっていう、そのビートが軸にある気,気がするんですよ。だからその8ビートのタッ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 タっていうよりかはドンタンドンタンっていうのがあくまで軸に感じていて。 このビートがそのドンタンドンタンのビートがタイトながらもしっかりと24に集約されるグループがちゃんとあるんですよね。でその中で自然と8部で刻むスネアが入ってるっていう。だからドンタンドンタンってちゃんとある中でタッ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 タっていうのが刻まれナチュラルに刻まれていると。 でナチュラル、そのねあのねあ流すように刻んでいるんだけど、その打音が綺麗だから、ちゃんと8ビーとかも出ると。だから、まあその機関車が駆け抜けるような前進感がある中に、そのダンスビートみたいな弾む気持ちよさもあるあのビートだと思ってて。 えー、まあだからそういう、まあ、それが歌心につながるのかな彼独自の歌心につながるのかなと思っております、まあ、やっぱ彼のパッドトピンのドラムって歌心があると思うんですよねでまあそれはやっぱこういったグルーブの緩急が歌心につながっているのかなと思っておりますえー、まあそのグルーブの解釈っていう点だとまあ真逆の例を挙げると例えばアレックス・ファンヘーレンとかは本当 ね、細かいビートも明確に叩く印象なんですよね。ガツガツ叩くじゃないですか。だから、よく言えばタイト、悪く言えば無機質な、まあ、その分、全身感ある音な印象なんですけどね。えー、まあ、なんかこう、前に前に押し出して、バンドのケツを叩くようなグルーヴだと思うんですけど、まあ、彼はアレックス・ヴァンヘレンはそういうビートかなのかなって印象を持ってるんですけど、パッドトーピーは真、まあ、逆ですよね。じゃもう流すとこは流す。でも、基礎力、打音の良さがあるから、えー、ちゃんとそこもしっかり抜けて、グルーヴとして明確に聞こえてくると。<laughs> いうスタイルななのかなと思っておりますで、サードアルバムの「バンプ・アヘッド」ですね、の最後であのフリー、ブリティッシュ・ロック・バンドの方のフリーですね、あのー、ポール・ロジャースとかがいたやつですね、えー、のミスター・ビッグをカバーしているんですけど、あのここでのね、パッド・トーピーのドラムが、そのダウンとハイハットワークはもちろん本家と多少違うんですけど、まあダウンに関かしては全然違うんですけど、そのタイム感、 とかグルーヴ感は本当にね本家サイモンカークですねとかなり近いものがあるかなと思うんですよね溜め方とかがね非常に本人に,に通っているとでまあもちろんダウンが全く異なるので結果としてそのグルーヴも多少異なっちゃうんですけどダウンでグルーヴ影響するんでねまあでもなんかそのタイム感根底にあるものは同じなんじゃないかなと思うんですよね うんまあなんかベ,ベースソロとかはかなり崩しちゃってるけどまあそのドラムは、うん、かなり本家かなっていう気がしております。でタービッグ自体がブリティッシュロックに根ざした音楽を作るっていうことをコンセプトにしてなんか立ち上げられたバンドらしいんですけどなんかまあねだバンド名もそれであのフリーのミスタービッグって曲から取っているわけなんですけど、まあ、やっぱそのエピソードに引きを取らないフィーリングがあるのかなと思っております。 で、まあ、最もそのやっぱテクニックとね、その代表曲の曲の明るさに隠れてしまいがちだと思うんですけど、やっぱ根底にあるミスター、あの、ブリティッシュロックのフィーリング、えー、っていうのはかなりしっかりある人なのかなと思っております。で、まあ、そんな湿ったグルーブも出せつつ、えー、まあ、グリーンティーテッティ 60s マインドとか、えー、あとラッキーディスタイムみたいななんかスタジアムロック的なビートですよね。ああいうのも本当ハマる。 音だと思うんですよ。前明るくダイナミックなウ音をしてるんですよね、パッドトピー。だからまあ、そういうなんか地味なグルーブもダイナミックなウ音ももう両方出せるのがパッドトピーなのかなと思っております。まあ、その意味だとなんか個人的にはコージー・パウエルとジェフ・ポーカルを足して割ったような音な印象なんですよね。まあ、あの、コージーのン音はインナーイメージがあるんですけど、またそのなんつうのダイナミックさって意味だったらって感じですね。<laughs> すいません。<laughs> で、まあと、これはちょっと友人が言ってたことなんですけど、あの、テイクカバーって曲あるじゃないですか。で、あれってあの、少し変わったフレーズがビートの軸にあるんですね。ドンとタトタドンドンと。<laughs> まあ、これ聞いてほしいんですけど。で、ただこれを、なんか、確かにと思ったのが、その最初から最後までビートを変えないんですよね。あの、普通サビになったらビートパターンが変わるとかあるんですけど、それを変えないんですよ。で、まあ、そのスタ精神的スタミナがすごいっていう風に、その友達言ってて。 でまあもちろんねそのバッキングギターとかベースも全体的にそのひたすら同じことを繰り返すアプローチなんでまあおそらくバンドとして練り上げたアプローチだとは思うんですけどただその,あのフィルムを入れずフィルムを入れずに あのフィルっていうのは要はなんか次のフレーズに移る前のなんかつなぎみたいなやつでトットットンみたいなやつですよね。トットゥ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 トトゥトンみたいなそういうやつですね。えー、で、そういうフィルとかも入れずにずっと同じリズビートパターンを同じテンションでずっとキープし続けられるっていうのは確かにそれはかなり難しいことだと思うんですよ、結構。で、まあ、やっぱライブ音源とか聞いても本当スタジオ版と変わらない。 あの完成度でやるんで、まあ、やっぱそういうのをさらりとやってのっける彼は本当に素晴らしいドラマなんだなと思います。しかもコーラスとかもやるしね。えー、まあ、ミスタービッグも、あのまあ今回の、ね、ツアーでビッグフィニッシュという名誉って、まあ、要は活動を終えるツアーなわけなんですけど、活動を終えるわけなんですけど、やっぱり彼らにとっても、パッドトーピーのドラムなしにバンドマジックを感じられなかったんじゃないかなと思うんですよね。まあ、だから まあ結局代理のドラマも入れずにまあもちろんツアーはねサポートつけるわけなんですけどえ活動も止まっていたしっていうの状態だったと思うんですよね。ままああ完全ななんですけど、まあ ねえ、だから本当に素晴らしいドラマだと思ってましてね。えー、ぜひ、個人的には一度生で聴きたかったなと思うんですけど、えー、ちょっとまあ,あの、そういえばそんなにちゃんとドラム意識して聴いたことなかったなという人は、ぜひ改めてみあの、ちゃんと聴いてみてください、えー。とても素晴らしいドラマですのでね、えー、改めて素晴らしさを感じ取ってもらえればなと思います。というわけで、えー、本日はパッドトーピーの素晴らしさについておしゃべりしました。ご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。